I had to tab out for something and accidentally skip the recap. So if we're on the same page. Sakamoto! Nagaoka. じゃあ、竹地は。ああ、土佐の弟の山内陽道公の裁きで切腹に処されたらしい。岡田伊蔵を使った京での幕府要人たちの暗殺、その首謀者としてだ。あの伊蔵が土佐に連行された後、洗いざらい入っちまったらしい。自分が京で起こした暗殺は全て竹地半平太の指示によるものだとな。 どこ行きだ。土佐に帰るなんて言うつもりじゃねえだろうな。 We must return. Avengers must be done. 今土佐に行ったところで竹地と同じように処刑されるだけだ。そんなことは分かっている。だがとにかく落ち着くんだ。竹地のこの一件、俺は 1年前、東洋様の暗殺を仕組んだ黒幕がまた動き出したんじゃねえかと思ってる。え？長いこと江戸にいたわりに、陽道公の動きが早すぎる。伊蔵の逮捕から拷問まで竹千代を狙い撃ちだ。どうやら陽道公のそばにそれをそそのかしてる人間がいると見える。それが、おやっさんを殺した黒幕だと。 吉田東洋の一派を排除しようとする勢力なら間違いねえだろうな。そして、その読みが当たってるとしたら、次の標的はお前だ。案外そいつはお前が土佐に戻ってくるのを待ち構えているかもしれねえな。逆に言うと、その黒幕にとって一番厄介なことは、お前がこのまま京で覆面の男を探り当てることなんじゃねえか。 I have no more leads. You better hook me up. This city is like 50 people and one square mile. How many hiding spots can there be? Sakamoto, Tosa には俺が行く。代わりに俺が竹地の死の裏に何があったのか調べてくる。あんたが。俺だってな、こんなとこで引いてられねえんだよ。東洋様の死、竹地の死、その裏に何があるのか、それを突き止めないことには俺の人生も止まったままだ。このままじゃ先に進めねえんだよ。あんたも俺も土佐に生まれ、土佐に裏切られ翻弄された男ってわけか。ああ、とにかくお前は今日にいろ。竹地が死んだばかりで生きり立つのはわかる。だが今は動く時じゃない。今日は新選組にも顔出さずにおとなしくしてろ。分かった。土佐で何かをつかめたらすぐに知らせてくれ。Someone's gonna come at me while we're drunk. I only see like 6 or 7 shots in there. You know, a bottle is like 2 or 3, 4 drinks, something like that. その竹地さんって人。せやけど。なあ、いくらなんでも飲みすぎやって。俺に構うな。あんまり無理せんといて。
He's gonna throw it and break it. Should aim for the wall. I'm trash. Let's go run around. He is not, however, drunk enough where I can't control him. So that means he's not that drunk and we shouldn't be worried about him. Look, there's no swagger or sway when he runs, so he is good. Our buddy's drunk now, too. Thank you. I'm glad you noticed. せやけど、 いい飲みっぷりとは言えまへん。 そないな飲み方したら、 お酒が泣きますえ。 今宵はもう少し、 静かな場所で飲みたいんやないんですか。 I have a nice lady at home, thank you. うち。 お店知ってますけど。 倉町にある松の井という小さなお店どす。うち、そこでお待ちしてます。待て。お前何者だ。お店に来てくれはったら教えてあげます。ほな。 Hurry to the drinking hole. That's not that far. It makes it like we're leaving the city. We're just really going down the block here. They're gonna get jumped. お、やってますね。 桂小五郎。どうも、お久しぶり。その節はお世話になりました。まだちゃんとお礼言ってなかったですよね。The more businessy but fun guy。池田屋のことか。サイの風呂屋を紹介してもらった借りを返したってだけだ。これで貸し借りなしだ。ああ、そういえばそうでしたね。そっか。ええ。 人に恩は売っておくもんですね。それよりお前、なんでここに。ああ、実はここ俺の店でして。じゃあお前も。改めまして、幾松と申します。今後ともごひいきに。一応ね、俺なりにあの時のお礼がしたくて ご足労願ったってわけです。竹地半平太のことを聞いてます。そうか。池田屋の時はちゃんとお話できませんでしたが、
私は以前から竹地さんに万が一のことがあった場合はあなたのことを頼むと言われてました。兄弟に。ええ、あなたが新選組に入ったすぐ後です。竹地さんはずっとあなたを土佐に連れて帰ろうとしていた。だがあなたは新選組に入ってしまった。しかもあの頃、竹地さんは新選組に命を狙われる立場にあった。近づきたくても近づけない。相当悩んだんでしょう。竹地さんは私が剣の立つ男を探していることを知っていた。だからあなたのことを頼んできたんだと思います。今日で金の葉を束ねていたあの人が地べたに頭までつけてね。決別したとはいえずっとあなたのことを気にかけていた。斉藤さん、あなたこれからどうするつもりですか。さあな。あなたが新選組にいる理由は承知している。それはそれとして、前にも言ったけど、同志として俺のとこに来ませんか。長州、竹地さんはまだまだやらなきゃいけないことをたくさん残していった。それを継ぐのはあんたが一番だと思うんだ。Let's do it. We have a mission again. この国を変えてみませんか。We're a mission plus one, which is even better. 地層になったな。龍馬さん。悪いが、今はそんな気分にはなれねえ。龍馬さん、捨て鉢になったって何にもなりゃしないよ。龍馬さん、you know we're fucking these idiots up. Oi, oi. 志の低い連中だね、どうも。ああ、ちょっと、君たち。くらえ、幕府の犬め。なんだてめえは。それにその髪の色、さては貴様、異敵の子だな。 He's gonna get beanballed right in the face. よっちゃん、なんでまた俺。何すんだてめえ。わしは今日大変な一日でのすこぶる機嫌が悪いんや。ああ、運がなかったのお前ら。いきがりよって、やっちまえ。He's gonna give him a hug. おいおい、機嫌が悪いからってまさか。Perfect. Use. I think he would respect that. My dog does this to me all the time. It means he loves me. He only does it to me. That's how we play. I liked it. Today, you are Satsuma Han Azukari.This is one of the happiest moments in a Yakuza game.
長州の青二歳がおるやんけ。それにあんたもか。縁があるの。お前は西郷さん。たく、ずいぶんな言われようですね。どないした。にっかき薩摩の大将首がおるんやで。かかってこんのかい。いや、正直あまりあんたのことでどうこう言うつもりはないんですよ。寝技使ってるのはお互い様なんでね。ただ俺も一応長州の代表みたいなことになってるからね。あんたを目の前にして刀を抜かないわけにはいかないんだ。悪いね。いいで。わしも薩摩将取るんや。わしとあんたの喧嘩でこの件切りつけようやないか。わざわざ前に入ったったんや。切ってみろや。それじゃあお言葉に甘えて。斉藤さん、何すんじゃ悪い。てめえらの都合だけで勝手に喧嘩始めんな。気に入らねえ。なに、今日はあんたがやっていた。せやけど、あんたに指図される言われはないで。あいにく、俺も引き下がれないんですよ。立場上ね。そうか。だったら、殴り合いで蹴りつける。え？斉藤さん、あんた何言って。ついでに俺も混ぜてもらうぜ。今はとことん暴れてえ気分なんだ。何や、要はあんたがうさばらししたいだけかい。ええで、突き落とるわ。He seems like a much happier way to settle issues. Just punch it out. あんたたちの流儀にはついていけないんだけどね。まあいいよ。やるからには徹底的に行きましょう。思ったよりノリがいいやんか。見直したで。覚悟はいいな。Hey all, it's Tobes. Thanks for watching my Like a Dragon Ishin, however you say it, Let's Play. I appreciate you hanging out. Feel free to check out one of these other videos listed here below or in front of you. Feel free to like and subscribe if you liked and you want to subscribe. And finally, if you're big into the Yakuza series like I am, feel free to check out all the other playlists below in the comments where I've basically played every Yakuza game so far and beat them all to 100%. Lights.